も厳しい状態であるんですけども、まあ、こうやって足運んでいただいて、いいフットボールが見せれることも僕らの役割だと思ってますので、頑張っていきます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。